総理の職から野に放たれ野生化したとも言える安倍元総理のキレッキレの発言が止まらない。その矛先は CCP や台湾問題はもとより Z の事務次官にまで及んでいる。ぜひ期待感だけでは終わらせないでほしいものである。時事通信社の記事から。自民党の安倍晋三元首相は2021年12月15日東京都内で講演し、敵基地攻撃能力の保有について最低限の打撃力は検討すべきではないかと訴えた。日本が攻撃を受け米国に反撃を依頼した場合、米国の若者だけが危険を冒さなければいけないというのかということに必ず直面すると指摘。米軍の戦闘機が10機行ったら日本も1機一緒に行くぐらいでなければ同盟として機能しないとも語った。財務省の矢野浩二事務次官が月刊誌への寄稿で日本の財閥の現状をタイタニック号が氷山に向かって突進しているようなものだと表現したことに関しては、こういう話をするから財布の紐が固くなる、日本は決してタイタニックではないと不快感を示した。同じく時事通信社の記事から。安倍晋三元首相は14日台湾や米国、日本のシンクタンクなどが台北で開催した国際フォーラムでビデオ講演し、中国のように巨大な経済体が軍事における冒険を追い求める場合、控えめに言っても自殺的になると強調した。台湾統一を目標に掲げ軍事的威圧を強める中国を再び批判した。安倍氏は中国に対しては領土拡張を追い求めてはならないと強く言うべきだ。隣国を挑発したりしばしば追い詰めたりする行いは控えるべきだと言うべきだと発言。台湾や沖縄県の尖閣諸島、南シナ海の周辺で軍事活動を活発化させている中国を強く牽制した。その上で日米台などの民主主義陣営の結束を呼びかけた。以上が記事の内容。ここからは試験になる。いやー、野生化した安倍さんのキレッキレの発言が止まりませんね。総理在職時に言いたくても言えなかったことがマグマのようにふつふつと湧き上がり、大噴火を抑えながらも噴煙を上げているところなのだろうか。その発言にパブロフの犬のように間髪入れずに反論する CCP の報道官の発言を見ると、実に痛いところを突かれているのが手に取るように分かって痛快だ。ネット番組のインタビューで、たかが一政治家にここまで取り上げてくれることは誠に光栄だと思うと言ってとぼけてみせる安倍元総理は実に肝が据わっていて頼もしい。敵基地攻撃というワードが反対する理由になっているようだが、ならば単に報復能力とすればいい。なぜなら報復の中には当然ながら敵基地が含まれるからである。有事の際に日本に飛来するミサイルを迎撃するわけだが、その網をすり抜けて着弾するミサイルも存在するだろう。その時点で日本は報復攻撃を行うものとすればいい。着弾が軍事拠点であれば、こちらも相手の軍事拠点に報復し、都市部に被害が及べば相手の中枢部に報復すればいい。数億キロ離れた小惑星に着陸し採取した資料を地球の目標地点に持ち帰る日本の制御技術があれば、驚異的な精密誘導で相手国の目標を打撃することが可能だろう。日本がこのようなことを外部に宣言しておけば、日本を攻撃すれば必ず報復を受けるという強力な
抑止力になることは間違いない。それにまで反対する者がいたとすれば、それはもはや日本人とは言えないのではないだろうか。このまま何の対策も講じなければ、日本はやがて中国に侵略されよう。我々の子孫が苦しい思いをしないで済むよう、憲法改正など突っ込んだ議論をしなければならない。これはもはや待ったなしである。安倍元総理には今後とも政府の内部や背後から影の重鎮として存分にその力を発揮していただきたいものだ。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は、当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは、主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、安倍さんは国会答弁でうっかり自衛隊を我が軍はと言った人、敵基地攻撃能力の確保は抑止力として必要だろう、空母とゼロ戦があれば敵基地攻撃ができる、最低限の線引きで10年は揉めそう、敵基地攻撃を認めぬ専守防衛とは本土決戦思想、この真実から目を背ける者が多すぎる、最低限じゃダメでしょう、最大限なら支持、日本の言う必要最小限は世界標準じゃないからね、これはごもっともです、最初の攻撃で全滅したら反撃も何もないからね、先制攻撃は絶対やるべきではないと思うけど、攻撃を受けた際に独自で報復できる能力は持つべきだ、核ミサイル攻撃を躊躇させる打撃力は核ミサイルしかありません。同じ元首相でも鳩とは違うな。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。